ご視聴ありがとうございます。今日はですね、皆さんで紹介したいね子がいます。はい、こちらですね、タマムシのタマちゃんです。新しくね、お迎えいたしました。可愛いでしょ、タマちゃんだよ、みんなよろしくね。はい、これね、職場にいる人からもらいました。なんか土曜日にね捕まえたみたいなんですけど、まだ元気ですね。でね、その人がね言うには、レタスを食べるらしいんですよ。レタスで、自分タマムシってなんだろう、その専用の葉っぱ、専用っていうか、あ、欅だったっけな、なんかね専用の葉っぱしか食べないのかなって思って、飼育しにくい昆虫だと思ってたんですけど、なんかねレタスも食べるみたいです。で実際レタス入ってるんですよね。ちょっと鮮度が落ちちゃってるんですけど、レタスとその葉っぱみたいなの入ってるんですけど、レタスの方がね食べている、めっちゃレタス食べてる。レタス色してるから多分レタス好きなんでしょうね。ほら、めっちゃレタス色なのでね、ちょっとレタスで飼育してみようかなと思いました。でかいでしょ、めっちゃいいサイズ。5センチぐらいかな、5センチぐらいありますね、この綺麗さ。はい、なのでもしね、今年の夏皆さんもタマムシ見つけたらね、ぜひレタスで飼育してみてください。ちなみに昔ね飼育してた時は、2日ぐらいでねお亡くなりになりましたね。やっぱご飯食べないとすぐお亡くなりになってしまうのかもしれない。でもこの子レタス食べてるから、自分が飼育してる中では一番長生きしてくれてますね。ほら、レタス食べたいよって顔してる。じゃあ新しいレタス買うといけん。これなんかちょっともう鮮度がないからね。モコ、モコどう思う？レタスあげた方がいいと思う？モコにもレタスあげた方がいいと思う？さあ、モコの食べたいね、レタスね。食べたい食べたいって言うね、レタスね。あむあむしてね、レタス食べたいよって言ってるね。はい、タマムシは実はレタスも食べますっていう動画ですね。めっちゃ綺麗。あ、可愛い顔してる。意外に可愛い顔してますよね。どう思いますか？はい、ということで、タマムシでした。ご視聴ありがとうございました。タマムシのタマちゃんね。はい。バイバイ。